ですね、今回あのちょっと解説するさせてもらったんですけど、本番いらしてもらいます。皆さんお好きなところでお座りください。これはですね、読売さんからのちょっとこう別口でこうそういう仕事がありまして、でちょっと一回最初そういうやってもらうのに来たんですけども、はい、そうですね、はい、じゃあよろしくお願いします。聖戦の解説ということで、もちろん朝鮮では今進行中で2局終わって一生いっぱいですけども、棋聖戦の方でもいい、朝鮮手合でもいいし、それ以外の、まあ極端に言えば私の、この間言いましたけど予選の方でもいいし、そういうことなんですね。ですけど、まあ、棋聖戦にしましょう。自分の方の、解説もね、自慢にしかならなくなるみたいな。はい、じゃあどうしましょう。1曲目から、はい、1曲目にします。9分持ってたよね。あ、9分ありますよ、はい、まあ頭にも一応半分ぐらい入ってますけど、はい、はい、じゃあ1曲目から、はい、1曲目やりましょう。あ、はい、いつも帰りに、はい、お願いします。せっかくね、先生が来てもらったからね。あ、そうかね、はい、こういう機会があんまりないから、はい、皆さんどしどしね、質問してくださいね。じゃあ、ね、途中で入れてね、帰ります、はい、なるべく素人が考えるような質問をね、はい、あんまりプロ好みのやつもしろない、素人というか、ね、単純粋に疑問のやつを言ってほしい。はい、何でもいいので、はい、質問あったら言ってください。はい、はい、1曲目、棋聖戦の第1曲目ですね。井山さんが、先番でしたね、はい、で1曲目スタートしました。はい、そうですね、この布石は大変多いです、今。一番多いと言っていいぐらいですかね。はい、あれも結構、井山さん愛用してる気がしますね。これで、はい、最近、またコンピューターですか。コンピューター、これ流行ってますけど、コンピューターに影響されっぱなしですね。そうです、コンピューター、コンピューターでその1、その2件に。マスター、そう。ね、こうやって、はい、二軒島用意ですよ。ね、そう、もういろんなパターンがあります。先生どうですか、これは。これはですね、どんどん発想が昭和に戻ってきてる感じがします。はい、うん、まあこれはまあ五千元先生がこれがいいと言ってるのを、まずコンピューターが使っただけのことなんです。コンピューターが使ってるのは、ただし星の場合でもこういう形つくんですね。これ結構多いんですね。まあいろんなパターンがあります。この二軒島よりもマスターそのソフトが結構打ってましたね。僕もこの間バシッと打たれました。真似されました。しっかり、やられました。まあゴーチはバカが多いから真似するんですね。もう一度は自分で考えなさいって言いたいところなんですけど、真似が好きなんですね。はい、まあ、井山さんはね、あんまり真似しないから、ね、自分の訴える見てます。はい、いいですよ。ちょっと見てますね。で、まあ、真似ことはないですけど、1ページ前通してね。のりちゃん、名刀タクシー、名刀タクシーを送って、名刀タクシー、すみさんを、うん、頼んだら、まあ、名刀タクシー頼んだら無難な定石ですね。どうというのかしら、タクシー、普通のタクシーだな。こっちから押せるのはないんですか。ないことはないですけど。こっちからないことはないですね。今までこうなります。まあ、ないことはないですけど、まあ、込みにして数目損するイメージですかね。ただし、こう打ったからってプロが負けるわけではない。どうします、普通に遮りますか。こうやって、普通ではね、損、ちょっとこれ、ですね、これは若干損ですね。若干、これはかなり悪いです。っていうのは、これ止まらないですよね。使
つけてもこれ半出されて味悪すぎますね。これだったら何の問題もないですよ。この挟んだ石によっていろいろあります。まあ遮ったということは普通はこうなるんですけど、こうなるとこれなければこれで何の問題もないですけど、これがまあ悪くはない。